大覚寺大覚寺は、中華人民共和国北京市海予読にある大山の、麓に位置している。今流は、寮の皆よ4年にまで遡る。清水院とも呼ばれ、金の時代には、金明ら州、西山八大水院の一つであった。その後、冷戦寺と改名され、明の時代に修復された際に、現在の名前である、大覚寺となった。北京西北の郊外にあるため、 清水に恵まれ、古い木々と木蓮があることで有名な寺院である。境内には千年以上の樹齢である胃ウの木があり、見どころの一つになっている。また境内にお茶を飲める茶院があり、木蓮や胃ウの季節になると多くの参拝客が訪れてくる。毎年4月には木蓮のお祭りがあり、ちょっとしたイベントを行っている。大覚寺の大遊放電寺院は西に座し、 東を向いている。門は太陽が昇る方角を向いている。これは両国時代の吉丹人の朝日の建築様式を体現したものである。総面積は6000平方メートルで、弥勒殿、天皇殿、太陽邦殿、無料寿仏殿、下両王将等などが主な参拝場所である。弥勒殿には弥勒菩薩が安置され、その両脇に四天皇が安置され、祀られている。 大遊宝殿には、明の時代に作られたという木造の三体の仏像が安置され、祀られている。その北側には、無量寿仏殿があり、同性等間と額体がかけてあるが、それは、建立定時期筆のものであるそうだ。そのうちには中央に、阿弥陀仏、左右を、観音菩薩と大聖子菩薩が安置され、祀られている。大覚寺の木蓮、ありがとうございます。